こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は FBA 納品、発送前に必ず3つの確認をしてください。1番、インボイスを作る。2番、FBA 納品設定通りの商品か、もう一度チェックする。3番、発送ラベルは保管する。この3つね、1番と3番。これはアマゾンの受け取りミスの時に使います。これがあって、正しく申告すればね、オーストラリアアマゾン、今大抵の場合で保証が受けられてます。ですので、このインボイスを作る、発送ラベルを保管する。これをやってください。で、一番大事なのは2番目。FBA 納品設定通りの商品かもう一度チェックすると。これ、アカウントを育てていく段階、あるいはね、アマゾン輸出、アマゾンで販売していく中において、一番痛いのはね、悪い評価もらって消せないと言うとね、これ売れ行き本当悪くなります。カートが取りにくくなります。で、何度も続くとね、アカウントがなくなるリスクすらあります。で、悪い、評価の消し方、サポートして大部分は消せてるんですけど、一つだけかなりね、消すのが難しい、あるいはね、消せないのが FBA 納品設定でね、間違えた商品を納品しちゃって、それが原因で悪い評価をもらった場合、これ、こっちのミスでね、アマゾンのせいにできないんで、これ消せないですね。ほぼ消せない。ダメ元で消してみて消せたことはありますけど、ほぼ消せないです。ですんでね、本当大丈夫かなっていう程度でね、あるいはアマゾン間違えるし、いっかというのでめんどくさがらずに、特に商品が多い場合は、必ず間違えた納品設定作ってないか、それをチェックしてから納品してください。ね、この2番目が大切なんで太字にしました。FBA 納品設定通りの商品かもう一度チェックするというのはね、もう本当徹底して間違えた納品をしないようにしてください。またご質問、ご報告お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。